クララ・ウェブスタークララ・ウェブスターはイギリスのバレエダンサーである。クララ・ウェブスターはバースで生まれた。父のベンジャミン・ウェブスターは著名なバレエダンサーのガエタノベストリスに指導を受けたバレエ教師で彼女は1830年から舞台に出演し兄のアーサーと共にパドで踊っていた。1836年にロンドンに出てその後ダブリン、リバプール、マンチェスターなどでも踊った。 スペイン舞踊カチューチャやチロル地方の舞踊をチロリエンヌなどのダンスをイギリスで初めて踊ったダンサーの一人とされる。1844年12月、ロンドンのドルリー連撃場でハーレムの反乱という作品に出演していた時に事故が起きた。水浴のシーンで女奴隷の一人に噴していた彼女の衣装にカス島の炎が燃え移り、大火傷を負ってしまったのである。 クララは2日後に死去した。彼女の墓はロンドンのケンジルグリーンセメタリーに現存している。ありがとうございます。